はい、さあ、イグス予中がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、8月の9日火曜日、旧暦のうちな組では7月7日の土曜日に、旧は七夕でございましてね、まあ、朝からねイモーニングでもお話しされておりましたけど、中夜墓掃除とかいろいろあるようでございましてね、そろそろお盆ですよと、綺麗にしておきましょうねということでございましてね、いろいろと東東米掃除したりとかいろいろあるそうなんですけど、私はちょっと詳しくは知らないんでね、申し訳ない、長男なんだけどね、多分これうちの親が聞いてたら怒るかもしれませんけど、安心やがしえって言われるそうなんですけどもね、いやまあいずれにしても、まあそういう時がまた来るであろうと思いながら、少しずつ勉強しておきましょう。さて、8月の9日、本日は、長崎原爆の投下から71年目を迎えて、まあ今オンタイムで、長崎平和記念公園前の方では、式典の方が開催されております。私たちも、まあ、中学校の修学旅行からスタートして、まあ、大人になってもいろいろと、長崎の方に足を運ぶ機会があろうかと思います。長崎原爆資料館であったり、平和記念公園、長崎の鐘、いろんな平和の塔など見ながらですね、学んだ記憶が誰しにもあるかと思います。その71年迎えて、11時3分ね、ちょうどこの時間に原爆が投下されております。本当に、今が平和であるかという疑問は常に投げつけられますが、今を生きる私たちとしてはこの平和が、続くようにやっぱり、継承していかなければならないというのを改めて思う日ということで、8月の9日、一つ心に留めておいてもらいたいと思います。はい、お送りしていきます。ユンタンジャ出番ですよ。まあ今ね、まあ黙祷も長崎の方で捧げられた、同時にね放送を見ながら、お話しさせていただきましたけれどもね、まあ去った日には広島の方でね、オバマ大統領が初めて、訪れ、そして、広島まで足を運んでもらったと。まあ、何やともあれ、お互いが理解し合う、まあ、時代というものをですね学びながらですけれどもね、そういうのが必要な時かもしれませんね。70年という長い歴史の中で、学んできて、結果が今日一日一日であるということでございます。ラジオ聴きの皆さん方もぜひ、これから先もね、私たちが平和であるよう願いながら、黙祷を捧げていただきたいと思います。さあ、それでは番組の方も進めてまいりたいと思います。8月の9日火曜日、本日ゲストを迎えて、1時間、この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしてまいります。今日はですね、なかなかまあ番組にご出演いただくっていう機会はなかったんですけれどもね、まあ、今日はあの物件で来ておりまして、最近別件が多いな、来ていただきましてですね、久しぶりにちょっとこうリラックスした感で、私も、いろいろとこうユンタクもしたい
みたいなということでですね、フリーダムな感じで、進めていきたいと思います。今日のゲストね、なんてご説明したらいいんだろうというふうに、お話をしたところ、YouTuber? ラジオ聞いてると YouTuber? Tuberっていうのは、例えば、読みさんで言ったら、チューバーリーグっていうのがありましたね。強豪な、ソフトボール大会、強いという意味でチューバーね、小さい頃はあれチューバーどうとかね、逆にこう弱いものはね喧嘩して負けたりするとあれヨーベーゴアドというかね言ったりするわけなんですけども、YouTuber っていうのは、最近ね若い人たちというか、ネットの方では YouTube という動画サイトが、全世界的にもね、いろいろあるわけなんですけども、それに投稿するという趣味を持っている、あるいは職業にしている方々を YouTuber というね、ER をつけて、ご説明をしているわけなんですけども、自称 YouTuber ということでございまして、今日はねミスターカッキー、お招きしております。よろしくお願いします。こんにちは、カッキーでございます。こんな説明でよかったかね。はい、大体合ってる。まあ大体合ってます。ね、初めてですよ、 YouTuber っていう人をね、こう番組でお招きするっていうのは。まあでも本当に最近ではね、小学生 の、はい、アンケート調査で、そうですね、職業になりたいランキング上位に入ってますね。びっくりだよね。びっくりですね。今さ、あなたはその YouTuber っていう立場でさ、はい、お話今日もするんだけど、はい、俺なんか小さい頃ってさ、はい、YouTuber になりたいと思わなかったよね。まずそんなこと自体わかんないですからね。わかんないよね。動画投稿自体もここ最近なんで。そうだそうだな、はい、ちなみにそのカッキーは、はい、その小さい頃は何になりたかったの？僕は、うん、漫画家になりたかったです。漫画家。おお、なんかそれっぽいよね。イメージあるね。あ、マジですか。ああ、そうなんだ。漫画家ね。はい、なるほど。あ、だからだ。結局漫画のその進行形が動画なんだよな。そうですね。ある意味な。はい、ああ、それはあるかもしれない。こう映像を扱うっていうか。ね、そうそうそう。絵になるのかどっちかっていうことでね。まあ、書き込みするのか映像でっていう漫画いろいろあるわけだから ね、 そうですね、漫画もね、はい、うん、なるほど。まあでも、今日ね、そう、朝の番組の中でコミックチャンプルの話をしてたけどね、ネットの方でもその漫画が読めるっていう、最近はねコミックチャンプルっていう ね、 ね、沖縄版の、ネット版が漫画本もありますしね、そういう意味ではいろんな形でそのネット上でのそのライフスタイルの変化っていうのも、うん、まあ、ここ最近もう劇的にね変わってきたっていうのは事実ですもんね、はい、うん、まあ、そんな中で、まあ、カッキーっていうね、まあ、カッキーってそのカッキーでいいんでしょ、読んで、はい、カッキーでいいです、ね。本名は動画サイト上にはないわけでしょ。ないですね、ね、はい、カッキーは KAKKY か、 KAKKY です、ね、はい、ということでぜひね、ネット検索してもらったらね、あ、こんな動画作ってるんだっていうのが分かるかもしれない。そうですね、いろいろやってますんで、ね、プロモーションビデオだったり、ね、そもそもさ、その漫画家なりたいカッキーがですよ、はい、その、まあ、2、3年ほど前、はい、その動画関係のものにということで YouTuber っていう風なものになろうっていう、はい、そこら辺のこのいきさつを聞いていきたいと思うんだけどさ、はい、いきさつですか。どうなんの、すぐこれだったら俺ができるなみたいなところからなの？いや、もともと別に、うん、YouTube にこだわってたわけではない、わけではなくて、で特にそういう動画投稿に興味があったわけでもなくて、うんうん、はいはいはい。じゃあ何からその動画に入ってたの？もともと YouTube は見るのはまあ好きだったんですよね。もともと多分みんな結構 YouTube っていろいろ見るとは思うんですけども、うん、見るね、確かにね、うん、でここ数年前からなんか商品紹介とかっていう動画っていうのはやっぱ増えてきてて、うん、商品紹介動画、はい、まあ、いわゆるレビュー動画ってやつですね、はいはいはい、あ、レビュー動画っていうの、はい、へえ。それでまあ有名なこのレビュアーっていう、まあ、今では YouTuber が数多くいて、うんうんうん、その中でいろいろ見てると影響を受けてくるわけですよ、カメラのレビューだったりとかっていうので、あ、そこでちょっとカメラに興味持って、はいはいはい、でそこで買って、うん、やっぱ撮るじゃないですか、カメラとかで、うんうんうん、そう言ってそうなってくると写真からどん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 、今最近のカメラって動画も綺麗に撮れるじゃないですか。そうだよね、今僕もねびっくりしたよ、ここ本当最近だよな、1、2年ぐらいでさ、
あの普通の一眼レフみたいな、まあ、最近は一眼レフと言わずになんていうのがあのレフ一眼レフっぽいそのデジタル一眼、デジタル一眼レフ、うん、そうそうそう、それをそのカシャカシャで撮るんじゃなくてずっと撮り続けてるとか言うんだよ ね、 何してんだろうと思ったもんね。動画撮ってるんですよ ね、 あれで動画撮れるんだと思って、もう今やもうカメラはもう写真撮るっていうよりも動画撮るために買うっていう人も結構多いと思います。自分もやっぱデジタル一眼は動画がメインで使ってるんで。そうなんだ、はい、はあ。普通動画って言ったらさ、なんていうの、ビデオカメラとか、ビデオカメラじゃん、ね、なあれとの違いは何なんじゃ。やっぱりレンズ交換できるじゃないですか、デジタル一眼って。あ、でやっぱりそのボケ感、写真でこうしか出せないような、うんうんうん、あのボケ感を動画で出せるって。ビデオカメラだとやっぱりこの背景もこの写ってる人も綺麗に写るっていうか、うんうんうん、まあ、確かにのっぺらした絵っていうか。あ、言われてみたらそうだ、ね、今もねユーストリーム我々配信してるんだけども、俺たちにピンと回ってるし、うん、後ろのそう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 壁のね、エフェメタンっていう看板にもピンと合ってるわけね、はい。まあ、これがまあいわゆるビデオの役割っていうか、綺麗に写す、まあ、これが普通ではあった。でも写真だとやっぱりこの対象物を引き立たせて背景をぼかしてっていうような、そういう演出が動画でもできるんですよ ね、 ね、なるほど、その使い分けだね。そこが、はい、そこが多分魅力だと思います。ははー、そういうところからちょっとハマっていって動画投稿するようになって、へー、でプロモーションビデオを作ったりとか。ああ、そうなの、はい、へー、いわゆる PV っていうやつね。 PV っていうやつです。あ、なるほどね、まあ、本これからそのこれからというかこれまでその作ったり、はい、人に見せる、はい、それはその動画サイトの方にアップするという形に変わってくるわけ ね、 ね、はい。自分で撮ったものをやっぱりこう人に見せたいという、やっぱ見せたいっていうのはありますね、うん、あ、でやっぱ言うこのいろいろコメントもらったりとか、うんうんうん、反響があるのでやっぱそこら辺もやっぱやっていく上でのモチベーションっていうか。なるほど、これいいねとか来ると、はい、いいんだみたいな、次にあまた次こういうの作ろうとかって思ったりするわけですね。まるに辛口とかもあるの。 あ、 あります、あります。あ、そうなの、はい、もうやっぱ YouTube のボタンってうん、グッドのボタンもあればバッドのボタンもありますし、そうなんだ、やっぱ心ないコメントする方もいっぱいいるんですけども、あ、まあ、そこら辺は、まあ、僕はあんまり気にしないでやってるんですけども、まあ、辛口コメントもまあなんていうんですかね、アドバイスだと捉えて。あ、まあ、それはそうだねでもね、いろんな人たちがいるから、その動画そもそもアップするんだったら、はい、いろんな方々にやっぱりね、いい動画を見せたいっていう気持ちがあるわけだから、はい、そのいろんな方々の中の一人がいやこれは悪い動画だよって思うんだったら、それを今度はこいつにいいね押させようみたいな感じが当然出てくるわけでしょ。あ、それはそうだよな、やっぱりな、そこはクリエイター的なそのなんかこうなんか心の中にこう奥底に秘めたものがこう火がつくっていう、はい、この野郎俺の動画に傷つけやがって次はこれにいいね押させようみたいな、ちょっとアドレスチェックしておこうみたいなそこまでやらんか、はい、確かに見れないんでバット押した人とかは。あ、そうかそうか、見れない、見れたらいいのにな俺バット押して逃げるっていうのは面白くないな。あ、そうっすね、うん、堂々とアドバイス、まあ、そういう人はまたちゃんとそういう風にアドバイスをしてくるんだね。はい、こういうのした方がいいよとか言う人たちはな、はい、やっぱりな、あ、まあな、そういうことだろうと思うんだけどまあでもそういうふうに YouTube っていう今や本当に世界中でね、そうですね、ちょっとまあね、メディアとかではちょっと危ない YouTuber みたいなね取り上げ方もされて、本当にそこはね皆さんもぜひも気をつけていただきたいと思いますけれども、まあ、常に安全ということでね、まあ、そういう部分でのその YouTuber っていう意味ではまあ今回皆さんにご紹介する、まあ、YouTuber ミスターカッキーは、まあ、沖縄で、ね、沖縄のいいとこをどんどん PR したりとか、この人のいいところっていうことで、あるいは商品の、いいものをこう PR するっていう動画を、まあ、制作しているということでありましてね、まあ、我々もその UTV っていう映像番組をやってるわけですが、まあ、そこでね、まあ、いろいろとこうお互い、いろんなものを出し合ってもっといい商品が作れないかなということで、俺はね今日カッキーとこうやって番組で話もしながら、はい、まあ、企画、座談会をちょっと2人で やっちゃおうかなみたいな感じ で、ね番組進めていきたい、まあ、ラジオ機の皆さん方には
あ、なるほど、動画の業界って今こんな感じなんだと。そうですね。若い人たちが YouTube、YouTube って言ってるのは何なのかと。あ、水かけるホースのチューブとは全然違うんだなみたいなねこんな感覚でもいいですから、ぜひね、耳元に置いて、あ、耳元まで置かなくていいんですけど、ちょっとお仕事しながらとか、運転中でも、雑学として、聞いていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、動画サイト YouTube、その YouTube に動画をアップする YouTuber というね、趣味を持っている、ミスターカッキー、カッキーさんをお招きしております。コマーシャルです。はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、ゲストに YouTuber、まあ我々のレベルで言ったら映像クリエイターって言っていいんでしょうかね、カッキーさんをお招きしてお話を伺っております。まあ、沖縄でも YouTuber、 先日、はい、あの新聞にも掲載されておりまして、はい、廃材探偵団というメンバーがね、はい、開放銀行さんとかな、そうですね、ね、コラボして、はい、YouTuber と銀行とコラボってなんじゃって思ったの面白いこと考えるなって。そうですね、やっぱ最近だとやっぱ企業の方もやっぱ YouTuber っていうコンテンツをやっぱ重要視してて、うんうんうん、なるほど、そこを使っていろいろ商品だったり自分たちの企業をアピールしていくっていうことをやっていってるので、今後多分もっともっと伸びていくかなって思っています。ね、そうなんですよ。だからこそ俺たちもね、映像配信をして、この番組、今日の番組もそうなんですけども、後に、YouTube にアップされるわけなんですけどもね、はい、でそこで、まあ例えば最近ではその検索関係でね、うん、こう例えば今中曽根智晴って打つと、はい、その YouTube にアップされたね映像とかも、うんうん、まあ、タグ付けされた中曽根智晴の映像が、アップされて、それを見ることができる、はい、あ、うん、こいつが中曽根智晴なんだとえらい時代になりましたよね。そうですね、本当にね、もうすぐバレるからね。そうですねバレるからねっていう、別に悪いことしてるわけじゃないんだけど、まあ、そういうね、初めてお会いする方もあらかじめ検索すると何かしらの情報は必ず入っているという時代で、はい、カッキーを KAKKY で検索したら何が出てくる、はい、やっぱ YouTube のチャンネルが出てきます。まあ、Twitter だったり。あ、なるほど、はい、なるほど。でそこでその今主にそのどんなものをアップしてるの。僕はもともとプロモーションビデオを作った時に、はいはいはい、そのプロモーションを作ったバンド、うん、ジュラフグラフっていうバンドがいるんですけども、南城市出身のその子たちと一緒に、うん、バラエティ番組を一緒にやろうってことで。バラエティ番組を、はいまあ今流行りの、まあ、この YouTube でいろいろやってるじゃないですか。そういうのをちょっとやってみたくて。なるほど。それで、まあ、カキグラっていう。カキグラ、はい、僕のカッキーっていう名前とジュラフグラフのグラを取ってカッキグラっていうこのバラエティ番組をやってて、その中でちょっといろいろゲームやったりとか、まあ釣りしたりとか、まあちょっと最近の YouTuber 的なことをやったり、まあ僕自身が商品紹介、
商品紹介、はい、買ったものを商品紹介したり、うん、まあ、なんか例えば DIY とか机作ったりとか、うん、このその模様を配信したりとかっていうのをやってます。うーん、多分ね、俺のちょっと上の先輩方とかはあの意味が分かんないと思う。まあ、いわゆるブログってあるじゃないですか、うん、そのブログを映像化したビデオブログ、あ、なるほどね、みたいな感じの役割もあって、あ、まあ、バラエティ配信したり、うんうんうん、そうやって自分のこのビデオブログを配信したり、はいはいはい、ちょっとした雑談コーナーみたいなのやったり、うん、まあ、俺もその Facebook をブログ化してるんだけどね、はい、今日こんなことがあったってパチャッと写メ打ってメッセージをちょこちょこって入れてみたいなね、それが動画に変わるっていう。そうですね、それを映像化してるっていう。ああ、なるほどね。まあ、そもそもね、そのブログっていうのはまあ日記という意味で使われるわけなんだけども、うん、その自分のその行動であったりとか、その気づいたり見たり聞いたりしているものをみんなに伝えたいなっていう、いわゆる発信力の高さを、うん、表してるわけなんですが、その動画っていうのもやっぱ同じで、自分が今日その犬小屋を作りましたよっていうのを作ってるのをずっとビデオで撮って、それをちゃっとこう短く編集して、はい、こんな材料でこんなもんできましたなんてみたいなことをこうアップして。そうですね、やっぱこの伝わりやすいんですよね、動画の、ね、文字とかと違って。そりゃそうだね、うん、まあ、手紙からそのメールに変わり、メールからそういうものにどんどん変わっていって、不特定、はい、不特定多数に情報が発信できるようになってきたという、はい、ことなんだよね、はい、うん、でもそういうその、まあ、書き蔵も、まあ、多分検索してくれれば、書き蔵として映像も PV とかいろいろ出てくるわけでしょ。そうですね、出てきます。この前の先ほど言ってたそのハイサイ探偵団っていう沖縄のメンバーと、はい、その人たちは知ってるの？あ、知ってます。何度か一緒に撮影もしたことはありますし、あ、そうなの、交流はあります。へえ、はい、なんか俺も一回見たことあるけど、なんかやんばるのなんか川とか行ってからね。そうですね、釣りしたり、なんか料理したりとか、あとはなんかリスナーさんからこの情報を提供してもらって、うん、何々を検証してみるとか、うん、ちょっとやってみた系っていうやつですね。これ、まあ、あくまでも趣味だよね。趣味っちゃ趣味なんですけども、もう仕事です。あ、まあ、先ほどね、彼らはね、はい、その海保銀行とね、はい、企業の PV を作ったりとかする部分を、はい、まあ、彼らのそのオリジナリティをうまく生かした形の。そうですね、ただ PV っていうとやっぱりこう商品紹介とか企業紹介ちょっと硬くなりがちなところが、YouTuber 的にはちょっと面白くっていうか。そうですね、自分たちのキャラを生かして、うん、そういう感じなんだよね、はい、そこに海保銀行が目につけたっていう。すごいですね、なかなか沖縄の企業ではまだないんじゃないですかね。頭取 UHAU さんは、はい、また先輩、はい、読谷の出身。あ、そうなんですか。あ、もうデイジな人ですよ。本当に多分今、うんうんうん、デイジだわやと思ってついてる人多分いると思うんですけど、僕もまれにお会いしますけどね、海保とかで、はいはい、おおっていう、はいって、もうそれだけですよ、コミュニケーションは。おっていう感じで、あ、はい、あ、どうも、トドリみたいな、これぐらいしか交わせない人ですね。あ、でも そういうね、そのもちろんその取り巻きの、ね、役員の皆さん方も当然いらっしゃるんでしょうけれども、そこに気づき、うん、彼らを活用しようっていう、本当すごいよな。すごいですね。俺も、もうその、あれの上、あの、なんていうの、その海保銀行と、そのハイサイ探偵団のコラボの、はい、ちょっと縮小版みたいなもんで、はい、FM ミニタンとカッキーのコラボみたいなね、はい、そういうものをねちょっとこうやろうかなみたいな、はい、ね、楽しくできるっていうの面白いなって思う、ね、はい、仕事的によ、うん、面白いなっていう、ただ趣味で終わらせたらね、うん、いかんけど、やっぱりここをビジネスとしてやっぱりこう私たちの FM さんの会社もメリットがあるような、はい、そういうものができていったらいいなって、まあ、まさに僕なんかはそのユーストリームの部分でそのユーカン TV とかああいう番組の作りで、進めてはいるんだけども、はい、うん、そこもちょっとひねっていきたいなというね、うん、それをまあ今、考えているところなんだけどもね、まあ、今日もそれでね、まあ、来ていただいているわけなんですが、他にそのハイサイ探偵団とかさ、まあ、カッキーもそうなんだけど、はい、どうなの、他 の、 その沖縄の YouTuberっていう、一応いますよ。ただ、まあ、本土に比べると全然少ないんですけども、うん、一応沖縄で活動してる、まあ、YouTuber と呼ばれる、うん、まあ、映像クリエイターの方は何人かいます、うん、なるほどね、
これさ、例えばほらえげつない話になるけど YouTube にアップしたら、はい、そのなんかこうたくさん人が何万人とか見たらその金がもらえるとかはい、そうですね。あれは本当なの？一応本当です。はい、やっぱこの自分の動画に広告を載せるので、うん、その再生回数に応じて、はい、なるほど、広告を載せるんだ。はい、はあ、じゃあ例えば、まあ、でもレベル的にはもう本当に1万回とか、はい、これぐらい見させないとなかなか広告がつくっていうことはしないわけでしょ。そうですね、当然だからね、はい、ただ単にね、あの書きぐらいにはついてるの？一応僕の動画にもついてます。マジでまた儲かってるね。いやいや全然儲かってないです。僕のチャンネルなんてもう本当にゲノゲノチャンネルなんで。ああそう、このハイサイ探偵なんとかはやっぱすごいんだ。ああすごいですよ、今もう全国的に有名になってて。沖縄のレベルじゃなくて？沖縄のレベルじゃないです、もう沖縄よりも多分、うん、内地の方が人気高いと思います。ハイサイ探偵団は、はい、沖縄の人あんまり知らないのかじゃん。いや知ってるんですけども、うん、沖縄よりも多分内地の方の方がさらにまあそれはまあ人口も全然ね、その沖縄と日本と比べると自体が違うんだろうけど芸能人並みな感じですよ。もうそうなの？はい、結構あちこちで声かけられたりとかしてるので。で、チャンネル登録数って見れるじゃないですか、うんうんね、うんうん、それがもう今13万人だったかな。はい、13万人。これも RBC びっくりだね。すごいですよ。へえ、すごいね。なるほど。ちなみに書きぐらは？僕のところはまだ500いかないぐらいです。ああ、ゲノゲだね。ゲノゲです。ここまで上げておきながら思いっきり下げるという。あ、でもそこまで行く努力はね、やっぱりやっていきたいもんね。はい、どうせやるんだったらね、はい、あれみたいに、あの廃材探偵だみたいに。そうですね。やってみたい。常に思う？はい、思ってますよ、やっぱり。一番とか行きたいなみたいな。はい、あなるほど。これはその何、そのまあちょっと俺もちょっと少し興味があって話するんだけど、その金の話になってくると食いついていくんだけどさそのこの広告業者が来るの？いえ、自分で、うん、入れませんかみたいな、この登録するんですよ。ああ、このまあ Google が運営してるじゃないですか。ああ、 YouTube だね。うん、そう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 、その Google の中の Google が来るところがあって、はいはい、そこを登録して、へ、まあ、簡単にはそこに登録して、うん、YouTube の動画にその広告を載っけるっていう感じなんですけど、うんうん、なるほど。それで再生回数に応じて、まあ、広告料を課金されてくる、はい、いただくっていう形、まあ、0. 何円とかそういうレベルからだからね。そうですね、うん、もう本当に何万回とか何十万回とかならないと本当に我々が手にするような金にはならないみたいなレベルだもんね。はい、まあ、でもそれがいくらであろうと、うん、まあ本当に例えばそれがね、1000円でも振り込まれてくるとおーっていう感じになるわけよね。もともとゼロなわけだからな、うんうんうん、はい、ちょっとでも入るとやっぱ少しテンション上がるっていうか、うん、モチベーションにはなりますよ。そうだよね、まあそれはね、ちょっとこう、ゴルフで賞品もらったぐらいの感覚ぐらいでねおー今日最終だぜみたいなのがね、お家にも米を持って帰ろうみたいなラッキーみたいなのと同じ感覚ぐらいで、はい、またちょっと頑張ろうかみたいな。そうですね、あるわけよね。はい、そうなんだ。でもすごいね、このハイサイ探偵団っていうのね。すごいですね、ぜひ皆さんもね一度見てもらって、その、うん、ついでと言っちゃなんですけど、ぜひカキグラも見てもらいたいと思います。はい、カキグラもね、カキ TV もカキ TV、 カキ TV っているの？はい、やってるの？カキ TV で、あ、その中のコンテンツでカキグラっていう、そういうこと、ね、バラエティ番組をやってます。はいはいはい、ぜひともねカキ TV チェックしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、私たち一応ゆうかん TV も一つ忘れずにお願いしたいな。はい、まあこれからね頑張っていきたいと思っておりますのでね。でもそういうなんかさ、面白いね、そのカッキー TV って個人でやってるんだけどさ、俺なんかこう会社として UTV っていうね、はい、ブランドを持ってやってるんだけど、その UTV みたいな、そのなんかテレビネットワーク、ユーチューバー TV ネットワークみたいなのができたら面白いね。ああ、そうですね、なんかね、そういうつながりができたら、うん、多分面白いと思うんですけどね。これはちょっと面白いと思うな。なんかうちのなんか UTV のサイトで、はい、カッキー TV のチャンネルはこちらみたいなのをつけておくとかさ。あ、いいですねそれ、ぜひやってください。そうするとなんかね、面白いさ、はい、個人だったらカッキー TV に行くのはなかなか厳しいんだけど、あ、一旦コマーシャル入ってからまた次行こうね。あ、はい、
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、映像クリエイター YouTuber というね、デジチューバーみたいな感じですけどね、はい、カッキーお招きしております。まあ先ほどちょっと映像談義でね、はい、盛り上がったわけなんですがね、はい、いやでもなんかそういうそのなんかこうテレビ局ってさ、はい、あ普通のね、はい、アルビスさんとか QAB さんとか、はい、OTB さんあるわけなんですけども、そういうのってほら民放のネットワークみたいなのあるさ。はい、ありますね。キー局があって東京のね、はい、なんかこう TBS からの番組が全国同時放送みたいな、はい、そういうのを例えば、やるみたいなね。あーこの YouTuber のネットワークで。そう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 。あ面白そうですね。なんかこうどうやってできるかまだ全然もう今のフラッシュ的にか話してないんだけど、その UTV とマカキー TV でなんかそういうコラボをするとかいう感じの ね、そういうのがどんどん広がっていくと面白いじゃん。やっぱこうやってやっぱ自分たちもやってるからにはこうやっていろいろ関わりたいんで、うん、企業とか、ね、でローカルアップしていける、うん、でやっぱ有効なツールだと思うんですよね、この YouTuber とか YouTube っていうのは。そう、ね、うん、そうそうそう、これは使わない手はないよな、はい、うん、なるほどなるほど。まあでもそういうふうに、やっていければ今後、いろんな形で、その YouTube っていうのを活用する、はい、でまあ、映像っていうそのものが、まあ、俺たちもその3年前、もう4年前になるのかな、うん、UTV っていう事業、映像事業を立ち上げていこうということで進めてきて、今有感 TV っていうことで3年かかったんですけど、はいはい、有感 TV っていうもうデイリー番組をまたしてるわけですよね、毎日30分間、まあ、これも本当大変なことであるんだけど、でそもそもそこから次何を目指すのかなっていうかことをね、はい、まあ、僕なんかは考えなきゃいけないんだけど、やっぱり俺的にはその YouTube っていう部分はまあ外せなくて、はい、でその動画っていう部分に対してこれからおそらくね、はい、先ほどカッキーも言ってたけど、はい、ブログみたいなものっていう話をされてましたよね、はい、ブログっていうのがほとんど静止画やん、はい、一枚に写真をアップして、俺さっき言ったけど Facebook でも俺もね、例えば昨日、こういうメンバーと久々に飲んだ楽しかったなっていうものをこう、写真をアップして、自分の、まあ、記録みたいなもの、はい、それとまあ自慢だよね、うん、ある意味そうですねある意味自慢ですよ、はい、あ こいつらと飲んだんだぜみたいな、いう、もう別に誰も自慢されても、誰も羨ましがることでもないんだけど、はい、あそうなのぐらいだと思うんだけどさでもそういうその自分自身 そのブログ的なもの、これが動画に今後変わっていくとなってくると、まあ、自分たちでできるといいんだけど、できない人たちとか、はい、あるいはその動画を、まあ、撮影した長すぎるので、うん、これ短く編集して伝わりやすさを、まあちょっと頑張ってほしいよっていう人が必要になってくるよね、うん、そういう意味での動画クリエイターとしてのカッキーなんかっていうのはこれから必要不可欠な人になるかなと。そうですね、うん、やっぱ動画の需要っていうのはどんどん伸びてきてるので、ね、うん、俺たち自身だってその過去振り返ってきたらどんどん動画内容っていうのが増えてきてるわけだから、はい、今やもうこのうちの FM みたいなその番組ですらインターネット配信に対してはすごいみんな意識してるわけよね、うん、はい、映像カメラ向きであったりとか、うん、カメラが止まっていたりするとあら止まってるってやっぱ思うしね、うん、もう放送をしてること自体も当たり前になってきて、はい、二次配信的な役割のそのユーストリーム配信がもう必要不可欠になってきてる、はい、そういうところを考えるとこういうものをその編集して YouTube にアップするとかいうやっぱり作業をやる人がどうしても必要になってくると、うん、はい、今カッキーは年齢聞いていい？僕34です。ちょ、はい、ということはよ、まあ大学卒業して22、3ぐらいから10年経ってる、はい、そうです ね10年以下のあなたよりね、はい、10歳若い人たちの中にも、はい、映像クリエイターっていう人がどれくらいいるのかなって。そうですね、いるとは思うんですけども、ね、表に見えないさ。見えないですねそこだと思うわけ、はい、だからこれがこれから新しい時代に新しい職業としていわゆるメジャー化していく、はい、俺ね なぜかというとね、まあ、先週名古屋行ってきたんだけどさ、セントリア名古屋空港、まあ、どこの空港も多分もうそうなってると思うんだけど、はい、もうポスター貼られてないわけよ。ああ、
あの電子サイネージってやつですか。サイネージで、であの中って動画が流れてるわけさ。そうですね。でしょ、はい、例えば沖縄がさ、うん、そういうサイネージ化しますよってなった時に、はい、看板が、はい、じゃあ誰が動画作るのってなってくるやん。あー、なるほど。当然動画作る人がいなければいけないわけさ、はい、じゃあこれみんな本当の企業にじゃお願いするのって言ったらめちゃくちゃ金かかるって話になってくるやん。そうですね、高いですよね、はい、その時に我々 UTB 連合が任せてください金儲けをするというこの発想どうだ。いいですねそれじゃあカッキー TV これ作ってくれみたいな今やもう個人レベルで結構クオリティの高い動画を作る方たちが多いので、うん、これはね実は俺たちはそのバックボーンでニービチ映画祭っていうのやってるさ、はい、あの動画は、うん、ニービチの映像余興で作られてる皆さんっていうのはめちゃくちゃ金かけて、はい、時間かけて、まあ、金かけてるかどうか分かんないけど時間は間違いなくかけてるわけよね。だからすごいクオリティが高いわけ、はい、ああいう人たちっていうのは絶対絶対いるんだよ。そうですね。でもビジネス化してない。そうですね、やっぱ趣味で終わってるっていうのが多いので、ね、そこがこれからのね、うん、その沖縄が向かっていくワンステップアップしていくところじゃないかなって思うんだよな、うん、そうですね、確かにそれはありますね、はい、だってもうさコマーシャルはその広告代理店が作るものじゃなくなってるもん。うん、俺たちみたいなものが作れるわけだからさ、はい、カッキーなんか一緒にできるさな。できますね、うん、そういう時代になってきてるっていうことを考えるとさ、これよ恐ろしいよ多分広告代理店とか脅威だと思うよ。ですね、うん、だと思います。だって今まではさもちろんその権威局とか 4K とかいわばもう 8K の時代になってきてるっていうことでもうすごいこう映像の解像度が高い、はい、ものが求められてるっていうふうに言ってるんだけど、はい、片や我々のレベルからするとどうせネット配信だからこのぐらいの映像の解像度でいいじゃんっていうのがあるさね。そうですね、そもそもあっちで落とされるわけだからどんなにクオリティ高く使ったってね、はい、だからそういうものがまた結果的に YouTube がどれだけこんだけの閲覧数が高いかっていうことを考えると全国でその地上波のテレビを見ている人より YouTube 見てる方が断然僕は多いと思うわけ。そうですね、多いと思います、全世界なんで、ね、まあ、もちろんそれもあるしさ、はいはい、あなた自身だってそうだ、カッキー自身だってさ、はい、テレビ見る時間とネット見る時間どれだけ違うかっていうこと考えたら割的に断然にネットの方が多いです。だろ、テレビはほぼ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 もうないに近いよ、ないに近いですよ。俺なんかでもそうだよ、一日さネットスマホとかでパソコンとかで映像とかね、うん、まあ、ネットを見るというふうにくくりにすれば、うん、テレビ見るっていうのはもうほぼないもん。そうですね、やっぱ自分が欲しい情報だけを引き出せるっていうのがやっぱネットの良さっていうか、なってくるよな、うん、だからそうなってくると絶対そこにビジネスチャンスが生まれてくると思うさ。そうですね、ラジオで言わない方が良かったかもしれないないやでもそれぐらいしていくとやっぱり沖縄 の、 その映像クオリティっていうのはどんどん上がってくると思うよね、はい、そうですね、切磋琢磨してさっきみたいにさカッキーが YouTube アップして、はい、そこにこうもう毒舌でガンガンやいや言ってくれる人もいる、うんうん、それもありがたいと思ってさ、はい、行けばもっと努力しようぜってなってくるやんね。そうですね、うん、やっぱ沖縄にもクオリティ高い動画出す方はいっぱいいるので、へー、これそうだね、ネット TV 連合みたいなのも作りたいね。面白いと思いますね。面白いと思うな、はい、一応ほら YouTuber で、うん、僕ら YouTube 始めて、うんうんうん、YouTuber としてつながってる人たちがいるので、うんうんうん、そういう人たちと一緒に何かできないかなって思うところもやっぱあるので、今後なんかいろいろつながっていって、そういうなんかクリエイターのネットワークみたいなのを作っていきたいなっていう、ね、なんかちょっとした野望っていうかはあります。それはやりたいな俺も、なんかそういうものを。このハイサイ探偵団の皆さんがそういうことやらないのかな。どうなんですかね、今自分たちのこと一生懸命かなはい、結構、ね、まあ彼らはまたそれやる必要ないかも、自分たちでも何十万も言っているんだったらなうん、そういうことだな。まあでもちっちゃいものだけでもみんな集まってね、はい、小魚が大きく見えるようなぐらいのレベルでねまあそういうものできたらいいなと思う。まあ、いずれにしても今ね、先ほど言いましたニビチ映画祭とかの映像余興であったりとか、まあ、そもそも の、 その、個人的なそのブログ的な動画配信、いわゆる動画投稿とかも含めて、まあ、映像っていうものは私も常日頃から言うんですけれども、映像というのは
もう英語を超える世界共通言語、うん、もう映像っていうものはもう映像を 見るだけで外国人だろうと、言葉の通じない人であっても、あ、沖縄ってこんなに海が綺麗だなとか、あ、そうですね、ね、すごいこう景色のいいところなんか見ると、あ、こういうところに行ってみたいなとか、やっぱりこうそれ、ね、思うわけですよ、はい、言葉にしなくてもね。そうですね、まあ、そのこの辺が最近インスタグラムとかね、うん、新しいその映像1枚、写真1枚をその求めて旅に出るってインスタグラムの旅とか、いろいろとこう本当にこう旅行形態も変わるぐらい、うん、そのネットといろんな業界がコラボしていくっていうのがもう関わりになってきてるわけよね、はい、まあ、あの旅行ツアーとかでも沖縄のこのインスタグラムにアップされてるこの映像見に行こうっていうね、こういうツアーが出てたりとかしてるわけですよ。だからそういうものを含めてくると、いかに映像っていうものが、あるいは一枚の写真が私たちの生活に影響、いい意味での影響、あるいはもちろんそれは悪い影響にもなる可能性もあるわけなんですけども、それは刃物も全てそうですけども使いようで、そこを幸せになるためにどう活用していくのかっていうことを、やっぱり YouTuber として沖縄でどんどん高めていってもらいたいなと。はい、そのように活気のメッセージです今。ありがとうございます。俺側できないからね。俺側できない、俺言うだけはできるけどね、やるのは活気ということでね、はい、でもそういうね、あの映像の部分はやっぱりしっかりとね、担っていってもらいたいな。あ、はい、うん、俺はもう50だし活気34 、はい、でしょ、次世代やん、一回り下で、はい、で次またそっちの一回り下がさ、もう社会に出てきてるさ。そうですね、うん、はい、彼らに何を伝えていくのかっていう役割もさ、やっぱり考えててもらいたいなと、今自分が持ってるその技術をしっかりとこう伝えてもらいたいなって思ったりもするわけなんですけども、はい、まあ、そんな中で、あのちょっと話また若干戻りますけど、先ほど PV の話してましたね、はい、最近あのうちのっていうか読谷の、はい、ナムジャネーション、ユナイテッドナムジャネーション、うん、はい、あの PV カッキーが作ったんだって。あ、僕が作りました、はい、今最近ね、アップされて、最近、はい、アップしてます。最高だなあれ。あ、よかったですか。 あ、 ありがとうございます。よくああいうの作れるね。あれはね、その曲とのバランスとかさ、音楽の流れから出てくる映像とかさ、はい、ああいうのってやっぱりもう音楽、その曲を知り尽くさないと、はい、こういうもの撮ろうとか。ああ、そうですね、やっぱ曲イメージして、し曲からイメージして映像を作ったりするので、やっぱちょっと聞き込んでっていうのはありますね。やっぱりそうだよな、はい、そうなんだからな、あの映像を作るのは相当だね、時間かかってるだろうなって思うよ。いやまあ楽しくできたので、そんなに時間かかった感じはしなかったんですけども、なるほど、まあ、常になんかこう常にそう考えてるから、はい、時間をかけても何時間もなんか汗かきながらタオル巻きながらみたいな、そういう感覚ではないわけよね。そうですね、うん、はい、あ、このフレーズにはあのみたいな、そういう、こうフラッシュ的に思い出したりする、ある程度頭の中にイメージがあるので、そこにバチンとはめ込めていくっていうか、あれは最高だったね。ありがとうございます。ぜひね、ラジオ機の皆さん方、あのユナイテッドナムジャネーション七色というね、はい、あの曲がその桜セブンズ、まあ昨日もね、一勝しましたけど、はい、ね、そうですね、いや嬉しいよね。嬉しいですね。全然他関係ないけど、いや。ナムジャネーションが、ユナイテッドナムジャネーションがそのテーマソングを勝手に作って、そうですね、これがあんたなんかのテーマソングだみたいな言ってさ、みんながやいやいしながら、何の法律の根拠もないんだけどね。でもあの桜セブンズのメンバーの方の一人が、うん、このフェイスブックしんちゃんさんのボーカルのにコメントしてました、ね、ありがとうございます。そうそう、見てくれてるんだなと思うと、届いたなと思って、リオまで、はい、リオまで、リオまで届きました。こちらです。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は映像クリエイター YouTuber というね、YouTuber と呼んでっていう感じなんでしょうけれどもね、最近 YouTuber と呼ばれてる？いや呼ばれてないですなかなか呼ばないよね人をね。はい、それに YouTuber って言われるのちょっと恥ずかしいんで。なんで？なんか、僕の中ではしっくりこないです、まあ、なので一応あの説明するときには分かりやすく YouTuber ですっていうふうに言うんですけども、一応映像クリエイター、映像クリエイターということでその方が俺たちもしっくりくるよ言ってるけど、はい、うん、映像クリエイターって言ってもらった方がさ、なんか YouTuber ですって言ったらなんかね、なんかお遊びっぽい感じがまだするんだよな、どうしても YouTuber って名乗るほど、うん、そんななんかまだまだまあ、先ほどのねハイサイ探偵団みたいな、はい、あそこまで大きくなれば、あそこまで大きくなれば、はい、YouTuber ですみたいな、まあでも言わないと思いますけどいやでもね、うん、まあでもなんていうの、言ったもん勝ちっていうのもあるさ。あ、そうですね、うん、誰も今言わないわけだから、はい、いずれそうなる可能性あろう。そうですね、うん、周りから呼ばれてくれたら一番いいんですけどね。そうそうね、ぜひ今度そういえばなくそね行った番組に YouTuber 出てたやって声をかけていただきたいとにわかに流行っていくかもしれない YouTuber っていうのがね、はい、今まだまだね。そうですね、まだメジャーじゃないよな、若い人たちには当然ねあれかもしれないけど、まだまだ年齢的には若い人たちばっかりで、はい、ね、小学生がなりたい職業っていう、うん、職業なのかみたいな感じになるけどね、まあ、ある意味映像クリエイターっていう立場でねどんどんこうな増えていくと、私はさっき言ったみたいにこれからの時代にはね、はい、絶対必要不可欠な人になってくるであろうというふうに考えます。まあ、さて、まあ、これまでいろいろとねあの映像クリエイティブな話をしてきたわけなんですけども、はい、どうなんだろう、カッキーとしてはこれから、はいはい、どういう方向に進んでいきたいのかな。方向、うん、そうですね、やっぱ今、うん、こう YouTube で動画上げてて、うん、こう PV だったりとかって作ってるんですけども、うんうんうん、まあ、今後もまあ同じような感じで、うん、まあ、この YouTube で動画を上げるってことが僕の勉強みたいな感じになってるので、うん、まあ、これをやりつつ、うん、いろんなこうつながり、うんうん、やっぱ動画を始めていろいろつながりが増えていったので、うん、人との、そっからまたお仕事で動画をはいはいはい、作ってくれっていうふうに言われたりとかっていうふうなつながりが広がっているので、うん、まあ、そこをやりながら、まあ、今後はローカルアップっていうのもちょっと念頭に置いて、うん、まあ、沖縄に住んでるっていうこともあるので、うん、はい、まあ、やっぱり YouTube 動画って、うん、全世界に配信できるので、うん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 、そこを使ってうまくその沖縄をうまく使いながら、うん、ちょっと自分たちの動画を出していければいいかなと思ってて、うん、なるほどね。まあでもその沖縄のコアなその動画情報っていうのは、はい、なかなかまだまだね。そうですね、もう世界中に比べればまだまだもう、うん、もうへみたいなもんでもうないに等しいぐらいに、だからこそ今、はい、この沖縄の大自然だったりとか本当にいいところをどんどんこうアップしていく、はい、ローカルアップ。そうですね、そこをテーマとしたなんかバラエティだったりとかっていうのも、うん、なるほどね。まあでもそういうふうにこう映像っていうものをどんどんこう続けていってもらいたいし、そのもっともっとクリエイティブを上げるためにはいろんなジャンルのね、はい、やっぱり情報発信っていう意味での、まあ、僕なんかもどうしてもそう見てしまうんだけど、まあ、そういうわけでもなくてもそのバラエティだったりとかもみんなが楽しんで、はい、その動画を見てハッピーになれるような。そうですね、あ、カッキー TV 面白いよみたいな、うん、もうそれだけでいいです。面白いって言われるのが一番ですね。なるほどね、そういうことだよね。もうラジオ切り目さんけどもぜひその、まあ、私たちフェミタンの方でもね、あの投稿動画サイトっていうものをね、進めていこうということで準備をしております。ぜひ、面白い動画撮れたよっていう方はねぜひ、フェミタンの方にメールで送っていただければ、ね、私たちの方でも紹介をするっていうそういう形を作っていきたいなと思いますので、まあ、カッキー TV も協力いただきながら、はい、ね、またその人とのつながりをさらに深める中でのつながりのつながりをどんどん作っていってね、はい、もうなんか、チェーンメールみたいな、ね、古っ流行ってる昔、ね、チェーンメール、チェーンメール5名に送られるとダメみたいな、ね、ありましたね、そんなの。そう何だったのかなみたいな、あれは NTT の仕業とかいろいろ言われてましたけどね。あ、かもしれないですね。まあでもね、まあ、それもね一つの戦略であるというふうに考えるとまあぜひね、はい、動画をねどんどんお互いで切磋琢磨しながらねやっていけたらいいなと思ったりもしますけども、はい、まあ、でも、まあ、これからねそういうものを見せていた上で、
YouTube アップをね、はい、やっぱりやっていく。どうなんだろう、 YouTube 以外に変わるものって出てくるかな。今から一応 YouTube がずっと反映 し続けるのかって言われてみると、うん、僕はそうじゃないと思ってて、今後、まあ他のコンテンツが出てくる可能性はあるんですけども、うん、まあ、今のところは多分 YouTube が一番強力なツールだと思います、うん、そうね、YouTube って本当にそれ考えるとすごいよね。すごいですね。あれってさ、どれだけのそのなんていうの、保存量があるのかな。いやー、もうすんごい量じゃないですか。なんか全世界の動画ですからね何億、うん、何十億とかっていう動画の数があると思うので。あれだから本当にいつかはいっぱいになるんじゃないのどうなんですかね、どういう風に保存してるのかそこら辺は分かんないですけど、あれは本当に俺世界の七不思議だと思う。確かにそうですね。だって会社だってさ、うん、なんか2テラとかなんとかハードディスク置いたらさ、はい、そこいっぱいになってくるわけじゃん。そうですよね。それをどこにデータをはけてるのかっていう、まあ、Google のみぞ知るっていう Google のみぞ知る、はい、本当これ不思議でな、誰か知ってる人がいたら教えてもらいたい。まあ知ったからといってどうってわけじゃないけど、まあ今日の番組はね、まあ、雑学的な形で、はい、まあ、聞いてほしいということでオープニングでお話ししましたけども、まあ、本当にそういう意味ではまだまだ知らない世界のネット社会なんですけども、はい、いずれにしても、時代は間違いなくそこの浸透に、まあ、脅かされてるわけじゃないですけども、まあ、それを受けながら時代に対応していく、はい、ね、私はネットは分かりません、ではもうこの時代通用しないと思う。そうですね、通用しないです ね、はい、そういう意味では本当に、こういうのもあるんだっていう興味のところからでもいいと思いますけども、うん、ぜひネットの社会へ、窓を叩いて、うん、ドアを叩いて窓を開いて、ね、どんどん、世界に向けてね、はい、いろんな映像が、YouTube の中にありますので、ね、ありますね、はい、最近ではその料理を作ったりするのもね、そうですね、みんな動画で作られていって、はい、今だともうほら、ヤフーとか、うんうんうん、Google とかっていう検索エンジン、うんうんうん、それの第三の検索エンジンって言われてるぐらい YouTube っていうのはもう検索として使ったりするっていう、今までだったら何か料理の作り方とかっていうのはブログとか写真とかを見て作ってたのを、うんうん、今だと動画で検索して、例えば魚のさばき方とか、うんうんうん、魚さばいてる映像を見ながらやったりっていうので、もう検索ツールとして使われてるんです。へえ、 YouTube が、はい、はあ、学びの場でもあるっていうね、え、はい、だってうちの娘なんか本当 YouTube で勉強するんだよ。そうですよねなんか数学のなんか分からないものをパパって検索してから、それで YouTube でなんか先生が教えるわけ。うーん、そうですよね、びっくりだよ本当にと思った。もう塾行かなくていいさって言ったけどそこはステータスとして行かなければならないみたいなね、うんうんうん、あ、やっぱみんなが行ってるからもう5万とあります。もう調べられないものはないものないぐらい、やっぱ YouTube 上にはいろんな情報が落ちてますよ。本当だよね、はい、誰かが言いましたよ、インターネットは21世紀のユタだとお送りしてきました、ユンタンジャ出番ですよ。今日はこの辺で失礼したいと思います。今日は、まあ、YouTuber っていうね言葉で、呼ばれるとちょっとこっぱずかしいとおっしゃってましたけれども、投稿動画サイトにカッキー TV としてね、いろんな映像を配信しております。ぜひカッキーグラを検索していただきたいと思います。映像クリエイターのカッキーをお招きしてお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ろうね。はい、頑張りますそれではまた明日です。「さかあち」